まあ旅行もいつか行きたいっすね。私さ、あれなんだよな、人と同じ部屋無理だから、ちょっとホテル、2人は多分大丈夫だろうから、2人で泊まってもろって。私ちょっとホテル別室がいいかな。え、みんなさ、これ聞きたか、これって、これ聞きたかったんだけどさ、友達とさ、オタ活するときにさ、ホテルとかさ、まあ、一緒のホテル取ると思うんだけど、同じ部屋にしてる？私無理なんだよね。いや、私別室じゃないと無理なんだよな。私だからお泊まりとかもあんま得意じゃないんだよ。自分の寝てる姿見られたくないもあるし、落ち着かないかな。あと一人の時間ないとしんどい。あ、お風呂一緒に入るとか絶対無理。私温泉が無理だもん。だから、こんなんだから旅行に行けないんだよ。だから旅行に行けねえんだよ、こいつ。枕違うと寝れないというよりも、周りに人がいたら寝れないタイプかな。だからもう、本当に気心知れてる友人。でも厳しいかもな。のぼりべつといえば、くまぼくじょう。くまぼくじょう。